こんにちは、春風ツアーです。今回は徳島空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は10月です。徳島空港を8時50分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。日本国内では羽田空港到着後、成田空港まで移動していただいて、成田からのご出発となります。成田を出ますと、カナダのカルガリーに向かいます。ここで航空機を乗り換えてイエローナイフへ入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は10月出発の徳島空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。